ダニエル・ E ・ゴーレンシュタインはアメリカ合衆国の数学者である有限単純群の分類に多大な影響を及ぼした。名前は日本でゴーレンシュタインとも呼ばれる。ゴーレンシュタインはハーバード大学で学士号と修士号を取り、1950年オスカー・ザリスキの下で博士号を得た。博士論文の中でゴーレンシュタインはグロタンディークがゴーレンシュタイン間を導入する動機と、 なった平面曲線の相対原理を導入した。博士号を得る前に、ハーバード大学で軍人に数学を教え、その後、クラーク大学とノースイースタン大学で職に就き、そして1969年からのご半生は、ラトガース大学で教えた。ゴーレンシュタインは1989年、ラトガース大学付属の理算数学及び理論、計算機科学センターの創設者であり、 亡くなるまでそのセンター長として止まった。ゴーレンシュタインは有限単純軍の業績に対して多くの栄誉を受けた。信号席でに関する業績のような貢献に加えて有限単純軍の分類の証明を監督する指導者として認められている。それはこれまで試みられた純粋数学の共同研究の中で最大のものの一つである。1972年。 グッケンハイムフェローとフルブライト研究者となった。1978年米国科学アカデミーとアメリカ芸術科学アカデミーの会員となり、そして1989年解説論文に対しスティール賞を受賞した。ありがとうございます。